今回はアントワネットが愛したスウェーデン貴族フェルヘンについて考察していきます。1755年9月4日、北欧の王国スウェーデンに、高貴な家柄の上院議員の長男として、ハンス・アクセル・フォン・フェルヘンは生まれました。生まれながらに莫大な資産と、高い身分と物静かな賢さと、後に、ベルサイユ宮の貴婦人たちの胸を、ときめかせることになる。金星の、取れた男らしい美貌に恵まれました。1755年は、ヨーロッパの3つの違った国々に、ベルバラの主人公である。オスカル・アントワネット・フェルヘンの3人の人間が生まれた年でした。違う国で生まれた3人がこれからフランスのベルサイユで宿命的な物語を展開していくの面白いですね。フェルヘンはもともとは留学の一環でヨーロッパの国々を回り、様々な知識を学び、その最後の仕上げとしてフランスに立ち寄ったとされています。その後、アントワネットに出会ったことにより、彼の運命は大きく変わることになるのでした。余談ですが、漫画を見返してみると、フェルヘンが初めて出会うベルバラの主要キャラは、アントワネットでもオスカルでもなく、まさかのロザリーでした。まだ貧乏な庶民の生活をしていたロザリーと馬車ですれ違っていました。王太子妃としてフランスに嫁いだアントワネット。民衆への謁見の業務をこなします。アントワネットの軽やかな足取り気高く堂々とした身もこなし、輝く微笑み美しい肌の色合いは、民衆に希望を与え、これからフランスに幸福な時代が来ると思わせるほどでした。民衆に手を振っただけで歓声が上がり、多くの人たちの愛情をもらえることに、アントワネットも幸せを感じました。このように公務を行う一方で、夜はお忍びでパリに遊びに行くような一面も持っていました。仮面をつけるので王太子妃だとわからないというアントワネット。一応護衛でオスカルを連れて行きます。仮面舞踏会に着くと仮面をつけて様々な男の方と、王太子妃だと素性は明かさずにダンスを楽しみます。男の方とダンスをしている途中、フェルヘンと目が合います。目が合っただけで思わず、ドキンとしてしまうアントワネット。反射的に目をそらします。その時、フェルヘンはアントワネットを見失うまいと、しっかりと彼女を見つめています。仮面舞踏会を体操を楽しむアントワネット。休憩に外の空気を吸いに出ます。すると、先ほど目が合った男性が次のダンスの誘いに来ました。顔を見たかったのかフェルヘンが勝手にアントワネットの仮面を外すと、そこには想像以上の美しい少女がいました。こうして1774年1月30日、オペラ座仮面舞踏会の夜に二人は出会いました。フェルヘンの無礼な振る舞いに護衛のオスカルが止めに来ます。これがオスカルとフェルヘンの初めての出会いにもなります。この時、フェルヘンは、オスカルを男だと思っています。オスカルとフェルヘンは、互いに名前と身分を明かし合い、そしてオスカルがアントワネットは、フランスの王太子妃であり、話をしたければ、ベルサイユ宮に正式に、謁見を申し込むよう言い、この場を去ります。フェルヘンとアントワネットは、互いの身分など知らない、状態で胸を高鳴らせたのでした。仮面舞踏会に勝手に行ったことを、教育係のノアイユ白オギンにこってり絞られるアントワネット。そこにフェルヘンが謁見を申し込みに来たと連絡が届きます。フェルヘンは仮面舞踏会で言われたことをしっかりと聞き、正式に謁見をしてきたのでした。普通は相手が王太子妃だとわかれば、会いに行くのをためらいそうなものですが、フェルヘン度胸のある男です。これを機にフェルヘンはベルサイユの上流社会に迎えられます。無口で穏やか、端正な顔立ちの彼は、ベルサイユの貴婦人たちの胸をときめかせ、熱心なラブレターを送る人妻もあったほどでした。アントワネットはフェルヘンが現れてから、笑顔が多く、とても楽しそうに日々を過ごしました。アントワネットが変わったことを、この時はオスカルやノアイユ白オギンしか気づいていませんでしたが、アントワネットは自分の感情を正直に出すため、今後、宮廷内の他の人々に知られるのを危惧するオスカルでした。留学中で他にすることがあるためか、フェルヘンの謁見が滞ります。そしてあからさまに元気を失うアントワネット。鏡の間での一般の謁見を気が進まないという理由で休んだり、公爵家の方々とのお付き合いを無視するなど、公務に支障をきたし出します。そんな時、国王陛下が天然痘で倒れ、亡くなってしまいます。国王陛下の逝去は、新国王ルイ16世の誕生を意味するのでした。
ルイ16世はこの時、まだ19歳でした。そしてその妻であるアントワネットは、王后陛下となりました。あまりにも若い、国王と女王の誕生でした。アントワネットが、王后陛下となった時、オスカルは、フェルゼンのもとに、忠告をしに訪れます。忠告とは、すぐにでもフランスを出て、スウェーデンに帰った方が良い、といったことでした。アントワネットが、フェルゼンに親切になりすぎていることは、フェルゼン自身やオスカルの愛ゆ白王銀が気づいていました。他の人に気づかれるのも時間の問題でした。王太子妃殿下だった頃は何をしても多めに見られていたが、王后陛下となり立場が変わった今、フェルゼンとの親しい関係が噂になれば、フェルゼンの身にどんな危険があるかもわかりませんでした。こうしてフェルゼンはオスカルの忠告を受け入れ、美しいアントワネットをフランスに残し、アントワネットに挨拶もできずに、スウェーデンへの帰路に着くのでした。次に、フェルゼンがフランスの土を踏むのは、4年もの長い歳月を待つのでした。フェルゼンが、スウェーデンに帰ってから4年後、フェルゼンは、またフランスの地へと戻ってきました。今度、フランスへ戻ってきたのは、父上の言いつけで、結婚相手を探すためでした。スウェーデン陸軍元帥、兼王室顧問官の長男が、いつまでも独身でいるわけにはいかないというわけでした。すでに大蔵大臣のメッケル氏の令状をはじめ、3人の候補が決まっていました。フランスを訪れたからにはもちろんアントワネットに会いに王宮へも向かいました。フェルゼンの訪問をアントワネットは大層喜びました。フェルゼンが戻ってきてからの日々は、まるで4年前の18歳の頃が、そっくりそのまま帰ってきたように、まばゆいものでした。数日経ち社交会でアントワネットとフェルゼンは会います。フェルゼンと目が合うや否やアントワネットは目をそらしてしまいました。つい数日前まではまともにフェルゼンの顔を見ることができたのに、フェルゼンの顔を見ただけで心臓が止まりそうなほど、胸が高鳴ってしまい、それを隠そうとして目をそらしたのでした。その後もアントワネットはフェルゼンの顔を見ただけで、ガチガチと震え、ついにはフェルゼンへの思いを受け入れ、フェルゼンに対し、恍惚の表情を醸し出すのでした。だんだんと、フェルゼンへの思いを隠さずに、表現し出します。その行動として、アントワネットの特別の願いによって、フェルゼンが、スウェーデン、渓流騎兵の青と白の制服を着て、ベルサイユ宮を訪れます。それを見てまたうっとりとした表情を浮かべるアントワネット。とうとう、宮廷内の貴婦人たちに、フェルゼンと恋をしていると、噂を立てられてしまいます。フェルゼンとアントワネットの仲が親密になっていく中、元よりフランスに来た理由であるフェルゼンの結婚話も進んでいました。オスカルから見ても、フェルゼンがアントワネットを愛しているのは明白だったため、オスカルはフェルゼンに、愛してもいないのに結婚するのかと問いただします。それに対しフェルゼンは、愛していれば、愛してさえいれば結婚できるのかと、フランス王后陛下という決して結ばれない人を愛してしまった。苦悩を語ります。そしてフェルゼンはアントワネットにも、結婚話が進んでいることを話します。フェルゼンの結婚話を聞いて、思わず泣いて、その場を立ち去るアントワネット。フェルゼンが他の女の方と結婚するという事実を突きつけられ、涙が溢れ、胸が締め付けられそうになります。アントワネットは、すでにフェルゼンを愛してしまっていました。そしてそれはフェルゼンも同様に、アントワネットを愛してしまっていたのでした。しかし王后陛下を愛することは国王陛下や王室への反逆罪のため、その思いを打ち切るためにわざとアントワネットに結婚話を伝えたのでした。アントワネットに結婚話をした後、宮殿で国王主催のため、仕方なくオペラに参列するフェルゼン。宮殿に来るとアントワネットのことを思い出し、辛くなり一人にしてほしいと言います。オペラにはもちろんアントワネットも参列します。アントワネットもフェルゼンに結婚話をされてから、晴れない思いを抱え、お使いの者たちに、しばらくの間一人にしてほしいと言います。フェルゼンとアントワネットはそれぞれ一人になり、宮殿内を歩いていると、二人はばったりと出会います。出会い頭二人は大人の対応をして、フェルゼンの結婚話についてお祝いを述べ世間話をしようとします。しかしそれは二人にはあまりにも辛く、話も早々に切り上げ、アントワネットはその場を去ろうとします。一度去ろうとするのですが、フェルゼンがよその女の方を妻にする、フェルゼンの力強い腕に誰かが抱かれることを考えると、
俺まで保ってきた理性が崩壊します。そしてアントラネットからフェルゼンに、熱く燃え上がってしまったこの胸をどうやって沈めればよいのか、どうすることもできないほどに愛しています。と言ってしまうのでした。その言葉に対しフェルゼンも、18歳の時、初めてお姿を見た時からお慕いしておりました。と自分もアントラネットを愛しているというのでした。出会ってから4年が経ち、二人はお互いの心を明かし、愛し合うのでした。フェルゼンが王妃の恋人になったことが噂となり、宮廷内で広まってしまいます。そんな時アメリカの地では、1620年にメイフラワー号に乗ってイギリスから渡ってきた聖教徒たちの子孫が、イギリスからの独立を求めて戦っていました。アメリカ独立戦争です。フェルゼンはアメリカ独立戦争の遠征軍へ志願兵としてアメリカに渡ることにしました。フェルゼンが命の保証もない戦場に赴くことを決めたのは、アントラネットのためでした。自分が彼女のそばにいては、アントラネットを、途方もないスキャンダルの渦に巻き込み、危険にさらしてしまうと考えたのです。そばにいたら、瞳を見たら、アントラネットの愛の眼差しを、拒むことはできない。燃え上がる情熱を抑えつけることはできない。身を引いて数千マイルの距離を置くこと以外に、アントラネットを守り、自分の情熱を閉じ込める方法は、ないと判断したのでした。フェルゼンの思惑通り、彼がアメリカ遠征軍に志願したことで、アントラネットとフェルゼンの噂は嘘であったと宮廷の者は話し始めました。アメリカに行く前フェルゼンは国王陛下と王后陛下に挨拶に参りました。この時、アントラネットとフェルゼンは国王陛下の目前のため、他の恋人たちのように胸に抱き合い、涙が枯れるまで別れの言葉を交わすことはできませんでした。アントラネットのことを思い、自分の感情を押し殺して最善の対応をしたフェルゼンに、オスカルは敬意を示し、涙を流して生きて帰ることを祈るのでした。アメリカ独立戦争の遠征から無事に生きてフェルゼンが戻ります。フランスに戻ったフェルゼンは、アントラネットがいる限りフランスに留まり、自分の命も心もアントラネットに捧げることを誓います。この日から二人は夜に忍び合いをするなどして、密かに愛を育みます。昔のようにあからさまに、互いが思い合っているのを態度に出し、アントラネットの身を危険にさらすことはしませんでした。恋愛の仕方が大人になってきました。密かにアントラネットを支える身のため、表立って行動できず、王室が破産するかもしれないという時に、アドバイスや手助けすることができず、もどかしい思いをすることもありました。そして少し時は流れます。フランスでは三部会が開かれます。三部会は開かれましたが、結局貴族たちは平民議員を、自分たちと同様の権利を持つ者として扱いませんでした。これは今に始まったことではありませんでしたが、民衆たちの怒りはすでに限界でした。そして民衆たちはとうとう武器を取り、国王側と戦うことを決めました。フランスで今にも暴動が始まりそうな頃、スウェーデンにいたフェルゼンは、そんなフランスへと向かう支度を始めます。フランスが動乱の嵐の中にあり、自分もそれを知り家族にも止められたが、約束された地位や財産、名誉をすべて捨ててでも、アントラネットの元へ行き、彼女を愛し守り抜くことを選んだのです。そして暴動が始まります。民衆側には何人もの義勇を支持した、オスカルやフランス衛兵隊がつき、そのこともあってバスティーユの戦いでは、国王側を破り民衆が勝利しました。新しい歴史の1ページが開かれました。バスティーユの戦いでの民衆の勝利の後から、国王側の力は弱まり、そして民衆の力がどんどん増していきました。国王側が間違った選択をすれば、民衆は武器を持ち立ち向かってきたのです。そして1790年、ナンシーにおいて兵士たちが反乱を起こした際、オルトー派のブイエ将軍は抵抗した兵士を公主刑という過酷な処分をし、それが再び民衆の怒りを爆発させます。これがナンシー事件でした。ベルバラに出てくるブイエ将軍は余計なことしたり、使えなかったり、本当残念なキャラですよね。こうしてフランス革命が進むにつれて王族や貴族の権力はどんどん弱まります。ついにフランスにいては命が危ないため国外に逃亡する案が出ます。国王一家逃亡計画の中心役を買って出たのが、フェルゼンでした。逃走用の馬車に牛車、魚車の制服一揃い、
各ポイントに兵を配置、パリから脱出した後の手配など、あらゆる連絡や打ち合わせ、莫大なお金の用意など、フェルゼンはこれを一人でこなしました。2ヶ月間、ほぼ休みなしで、倒れるまで働きました。命より大義な女性の危機に、フェルゼンは休んでなどいられないのでした。1791年6月20日、すべての準備が整い、とうとう、国王一家の逃亡劇が始まります。国王王妃二人の子供たち、国王の妹、そして、王妃の教育係の、ドゥルゼルフ人の6人の逃亡者を乗せ、フェルゼン自らが手綱を取り、次馬車は真夜中のパリを駆け抜けます。経由地点のボンディに到着すると、国王から、フェルゼンはこのまま、お帰りになってよいと言われます。その言葉にアントワネットとフェルゼンは、驚いています。国王がこのように言ったのは、フェルゼンの身を案じてのことでした。国王たちと一緒にいては、万が一の時にフェルゼンにまで、危険が及ぶのを、国王は回避させたかったのです。本当は逃亡を最後まで、近くで支えたい気持ちはありましたが、国王陛下の命令のためフェルゼンは、ここで国王、一家と別れることにします。この選択によりフェルゼンは、どうしても愛さずにはいられなかったただ一人の女性、アントワネットと、婚業の別れとなってしまうのでした。フェルゼンと別れた国王一行は、待機しているはずの騎兵隊とのやりとりがうまくいかず、マレンヌで民衆に捕まってしまいます。そして逃亡は失敗に終わり、群衆や国民衛兵に取り巻かれ、罵声を浴びながら、地獄のようなパリ帰還をすることになりました。ベルギー国境都市アルロンにおいて、フェルゼンは、ムイエ将軍から全てを聞かされました。国王一家の逃亡は失敗。愛するアントワネットや、その家族の国王一家をお守りすることは、できませんでした。時は流れ、フランス革命を生き抜いたフェルゼンは、スウェーデン国王、グスタフ4世の下で、最も地位の高い政治家となっていました。フェルゼンがお仕えする国王陛下、グスタフ4世は、ロシアとの戦争に負けて以来、精神状態がおかしくなってしまい、その国王を見かねて、クーデターが起こるのも、時間の問題という、噂が広まっていました。結果、グスタフ4世は、国の鍵取りに失敗し、1809年、政府の手により拘束され、王位を剥奪された後に、スウェーデンを追放されました。そして、グスタフ4世の甥のカール・コウが、カール13世として、新国王になります。このクーデターには、フェルゼンも加わっていたのですが、最終的には、フェルゼンは、自分が、権力を握ろうとしているのではないかと、噂が立ちます。アントワネットが民衆に処刑された、一件で、民衆に強い反感を抱く、フェルゼンが、このクーデターの後、民衆のための正義をやるとは、到底信じられませんでした。スウェーデンは、追放された、グスタフ4世の次に、オギノカール13世が、治めることとなったが、彼は、すでに60歳の高齢で病弱。後継もいなかったため、デンマークからカール・アウグストを、皇太子として迎えることになりました。しかし不運なことにカール・アウグスト公は、皇太子になってからわずか半年で事故で亡くなってしまいます。わずか半年で皇太子が亡くなったことは、民衆の不安を煽り、誰かが故意に、殺害したのでは?と思わせてしまうのでした。その犯人は、フェルゼンではないかという、噂が立ってしまうのでした。怒った民衆は、フェルゼンを殺す計画を立てます。その計画は、6月20日の皇太子の葬儀で、実行されるようでした。偶然なのか運命なのか。マレンヌ逃亡を行い失敗して、アントワネットを失った日と同じ、6月20日でした。事前に、フェルゼン殺害計画の、情報を仕入れたロザリーは、そのことをフェルゼンに伝え、当日は、現場に向かわないように言います。しかしフェルゼンはそれを拒否しました。愛するアントワネットを民衆によって失った6月20日に、自分も民衆の手によって奪われるのは運命だと捉えたのです。あの日からフェルゼンはアントワネットの元を離れた自分を憎み、そして民衆を憎み、辛く暗い日々を過ごしてきました。二度と巡ることのない苦しくも歓喜に満ちた日々、輝きに満ちた日々、それはマレンヌ逃亡の6月20日に全て終わってしまったのです。自分の生い立ちを語ると、フェルゼンはロザリーの提案を断ります。そして6月20日がやってきます。フェルゼンは馬車で葬式に参列します。馬車に民衆によって外から石が放り込まれました。これをはじめに、フェルゼンが乗った馬車は民衆に襲われ、フェルゼンは馬車から引きずり下ろされます。馬車から折り逃げようとするフェルゼンに、民衆は息の根を止めろとさらに襲いかかります。
殴られて死にそうになる中、フェルゼンには光が見えました。その光の中には、アントワネットやオスカルがいました。フェルゼンが死ぬ間際に思ったのは、輝く青春を共に過ごした。アントワネットやオスカルでした。そして見開き2ページにわたり、最後のシーンが描かれているのですが、1ページ目は、こんな感じで明るい、天使のようなタッチ。2ページ目は暗く、悪魔のようなタッチで描かれています。ここに関しての主の考察は、美しく気高く、誇りを持って死んでいったアントワネットやオスカルに対し、フェルゼンはアントワネットを処刑に追いやった民衆を憎み、その憎悪の感情を主としていき、最後は醜く、悪魔のようになってしまった、ということを表現したかったのかなと思います。これがスウェーデンの貴族でありながら、フランス王妃を愛した男の、最後でした。以上今回は、フェルゼンの壮絶な人生について解説していきました。あなたの好きなシーンはあったでしょうか？また最後の亡くなるシーンのコマの書き分けは、池田先生は何を思っていたのでしょうか？ぜひ皆さんの考察もコメント欄で教えてください。このチャンネルでは少女漫画の魅力を発信しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。